ベンジャミン・ハリソン、ベンジャミン・ハリソン、1833年8月20日から1901年3月13日は第23代アメリカ合衆国大統領。祖父は第9代大統領ウィリアム・ H ・ハリソン。ハリソンはオハイオ州ノースベンドに生まれ、21歳の時にインディアナ州インディアナポリスに移り住み、そこで政治家として成功した。 南北戦争の間、彼は、順章として、カンバーランド陸軍の第二重軍に所属した。戦後彼は、インディアナ州知事選に出馬したが落選した。その後同州から、上院議員に選出された。1888年、ハリソンは、共和党大統領候補に選出され、民主党の現職グローバークリーブランドを破って、大統領に当選した。その任期は、 マッキンリー関税とシャーマン法を含む経済政策及び初めて10億ドルに達した連邦政府の年間支出で特徴を付けられる。民主党は10億ドルの議会を攻撃し、その材料に不評を囲った公立関税に伴う問題を使用した。そして1890年の中間選挙及び1892年の大統領選両法で共和党は敗北する。彼は また、6つの州が合衆国に再加入した時の大統領であった。1892年の大統領選では、クリーブランドに敗れ、再選に失敗したハリソンは、インディアナポリスでの私生活に戻った。彼は後に、ベネズエラ共和国とイギリスの国際裁判で、ベネズエラの弁護を担当し、1900年に彼は、裁判に関連して、ヨーロッパを訪問し、短期間の滞在の後に、 インディアナポリスに戻り、翌年インフルエンザからの合併症で死去した。彼は、インディアナ州から選出された、唯一の大統領であり、祖父も大統領であった、唯一の大統領である。また、曽祖父が、独立宣言署名者であった、唯一の大統領でもある。身長5フィート6インチ、約168センチメートル。ハリソンの一族は、最初に、 バージニアに移住した中にあった。新世界でのその起源は、1630年にジェームズタウンに到着したイギリス人、ベンジャミン・ハリソンまで遡る。後に大統領となるベンジャミンは、1833年8月20日に、オハイオ州ハーミルトン郡、ノースベンドで、ジョン・スコット・ハリソン、後に、オハイオ州から連邦会員議員に、 選出とエリザベス・ラムゼ・アーウィンの8人の子供の2番目として生まれる。ベンジャミンは、ウィリアム・ヘンリー・ハリソン大統領の孫であり、独立戦争の指導者であり、バージニア州知事であったベンジャミン・ハリソン世の彦であった。祖父が大統領に選出された時、ハリソンは7歳であったが、彼は就任式には出席しなかった。ハリソンの一家は歴史を持つ名家であったが、 彼は裕福な環境で成長することはなかった。ジョン・スコット・ハリソンの農業所得の大半は子供の教育に費やされた。わずかな収入にもかかわらず、ハリソンの少年時代は野外での釣りや狩猟で費やされ、彼はそれを楽しんだ。ベンジャミン・ハリソンが受けた幼年期の公教育は家の近くにある教室が一つだけの学校で行われたが、彼は後に 大学進学のため家庭教師から教育を受けた。ハリソンと兄弟のアーウィンは1847年にシンシナティ近くのファーマーズカレッジに入学した。ハリソンは同校に2年間通学した。1850年に彼はオハイオ州オックスフォードのマイアミ大学に転学し、ここでファイ・デルタシータのメンバーとなり、1852年に卒業した。マイアミでの同窓生には、 ジョン・アレクサンダー・アンダーソンとホワイト・ロー・リードがいた。後にアンダーソンは連邦会員議員を6期務め、リードはハリソンの副大統領候補となった。マイアミで学ぶ間、ハリソンは歴史と政治経済学の教授であるロバート・ハミルトン・ビショップに大きく影響を受けた。マイアミで彼は長老派協会に加わり、自らの母のように死ぬまでそのメンバーであった。大学を卒業すると彼は、 シンシナティのストーラーグウィン法律事務所で法律を学んだが、それを終える前に結婚のためオックスフォードに戻った。ファーマーズカレッジ在学中にハリソンはキャロライン・ラビニア・スコットに出会った。彼女は学長であり、長老派牧師のジョン・ウィザースプーン・スコットの娘であった。1853年10月20日に、彼らはキャロラインの父親の教会で結婚した。 夫妻の間には二人の子供、ラッセル・ベンジャミン・ハリソン、1854年8月12日から1936年12月13日、およびメアリー、マミー・スコット・ハリソン・マッキー、1858年4月3日から1930年10月28日、がいた。1853年の結婚の後、ハリソンは、 父親の農場に戻りそこで法律の学習を終えた。同年、おばの死によって800ドルを引き継ぎ、それをもとに翌54年インディアナポリスに転居した。彼はインディアナポリスで放送会入りし、ジョン・ H ・レイのオフィスで弁護士を開業した。同年インディアナポリスの連邦裁判所の定理となり、1日あたり2.5ドルを稼ぐようになった。 彼は判決の発表に責任を負うこととなった。インディアナポリスでハリソンはユニバーシティクラブ、私的な紳士クラブの初代会長となり、またインディアナポリスのファイデルタシータ卒業生クラブの初代会長となった。ハリソンは保育党員の家庭で成長し、若年期には自らが保育党の支持者であった。彼は共和党に結成駒もない年に、 参加し、同年大統領候補のジョン・シー・フレモンとの支援活動を追った。彼は同じ選挙でインディアナポリス氏の代理人に当選し、400ドルの年俸を得ることとなった。1858年、ハリソンはウィリアム・ウォレスと共に法律事務所ウォレスハリソンを開業した。ハリソンは1860年、インディアナ州最高裁判所の報告官に、 共和党候補として立候補した。これが彼の最初の政治への進出であった。この職は政治的なものではなかったが彼は党の綱領の活発な支持者であった。選挙戦で彼は共和党を代表して民主党知事候補で後の副大統領のトーマス・エイ・ヘンドリックスと討論した。事務所の共同経営者のウォレスが1860年に軍書記に選出されると ハリソンは、ウィリアム・フィッシュバックと共にフッシュバックハリソンを開業し、事務所は彼が陸軍に入隊するまで続けられた。ハリソンは、南北戦争中に巡将として北軍に勤務し、1865年に除隊した。1864年10月に、州最高裁判所の即帰係に再選され、4年間、勤めた。彼は1876年に、 インディアナ州知事選に共和党候補として出馬したが落選した。彼は1879年にミシシッピ側委員会のメンバーに任命され、1881年3月4日から1887年3月3日まで同職を務めた後、共和党の上院議員として選出された。彼は沿岸地方への輸送路委員会委員長第47議会及び、 順州委員会委員長第48議会第49議会だった。ハリソンは1888年に大統領に選出された。大統領選挙の一般投票では、ハリソンが約9万秒クリーブランドより少ない得票だったが、選挙人選挙では233秒対168票で勝利した。就任式では祖父の片目のハットを用いた。 アリソンの政権で成立した法律で特筆すべきが、マッキンリー関税法とシャーマン工銀法である。マッキンリー関税法により輸入品に対する関税は50%以上に引き上げられ、外国製品の価格は高騰、国内市場は国産製品の独占上となった。シャーマン工銀法は政府の毎月450万オンスの銀購入が義務化された。また、 シャーマンハントラスト法を成立させ、一部企業による独占司法に制限を加えようとしたが、大司法に牛じられた、連邦議会により骨抜きにされた抜け穴だらけのいわゆるザル法として成立した。1892年に再選を目指したが、この時はクリーブランドに敗れた。同年10月に妻キャロラインが60歳で死去。公職を退いた後、ハリソンは、 インディアナに戻った。1895年7月から1901年3月まで、ハリソンは、バドゥー大学の評議員を務めた。大学の寮、ハリソン・ホールは彼にちなんで命名された。1896年に彼は、前妻の命で25歳年下のメアリー・スコット、リミックと再婚した。ハリソンの成人した子供、当時41歳のラッセルと38歳のメアリーは、 結婚に反対し、結婚式に出席しなかった。ハリソンとメアリーは、娘のエリザベス、1897年2月21日から1955年12月26日、もうた。1899年にハリソンは、ハーグで開催された第1回万国平和会議に参加した。彼は、連邦政府と大統領職に関する一連の記事を執筆し、 1897年に This Country of Words のタイトルで出版された。1894年の数ヶ月間、彼はカリフォルニア州サンフランシスコを訪問し、スタンフォード大学で法律学の講義を行った。1896年には共和党員の何人かの友人が再び大統領選に出馬するよう彼を得しようとしたが、彼はそれを断り公然に、 ウィリアム・マッキンリーを支持し応援演説のために国中を旅行した。1900年、彼はベネズエラとイギリスの間の境界論争でベネズエラ共和国の弁護士を務めた。両国はベネズエラと英英両ギアナ間の国境に関して争った。国際法廷での裁判が同意され、ベネズエラ政府は代理人としてハリソンに依頼を行った。彼は 法廷で論争しながら、800ページの要約を作成し、パリに赴き法廷で25時間以上を過ごした。彼は、訴訟に敗北したが、法的に認められた主張によって、国際的な名声を得た。おごそかな長老政治家として過ごした後、ハリソンは1901年2月に重い風を発症した。蒸気吸入による治療にもかかわらず、その容体は悪化し、 1901年3月13日、水曜日、自宅に置いて、インフルエンザと肺炎のため死去した。67歳であった。ハリソンは、インディアナポリスのクラウンヒル墓地に埋葬され、二人の妻の間で眠る。1891年にホワイトハウスに、初めて電灯を取り付けたが怖くて、スイッチに触れた時にショックを受けるのが嫌で、一晩中つけっぱなしにしておいた。 ニューヨークジャイアンツの名付け親である、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。